吉田さんお疲れ様です。億万長者合宿シリーズのこのリレーの途中でですね、ちょっとフラッと寄っていただきまして、先ほど吉田さんと1時間半ぐらいですか対談を終えました。思考は現実化するというタイトルの中で、人間には思考の他に感情があるということだったんですよね。その感情喜怒哀楽によって落ち込んだ時は作業ができないし、ちょっと焦ってる時はなかなか手が動かないしって形でね、うまくいかないこともあるんだろうなっていうところでございました。それはね、私も大いに納得するところですよね。私の場合は感情を無視することを使いましてね、嫌な感情っていうのを無視してやることをやるってことができますけども、大抵の場合はね、人の感情っていうのは大いに人生のパフォーマンスを落とすもんですよね。まあ、ですんでネガティブな感情で作業が止まりそうになったら、逆にポジティブな感情をね、そこにぶっつけて、まあ中和するっていうかね、解消する作業をした方がいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、お酒を飲んでみたりとか、まあ、女の子と遊んでみたりとかね、楽しいことをすることによって、ネガティブな感情っていうのが幾分和らぐんじゃないかなと思うんですよ。そしてどんなにね、打ちのめされても結局は立ち直っていかないといけないですし、いつかは立ち直れるわけですから、あとは本当にね、自分の感情をどこまでコントロールできることに、まあ時間が割けるかなってとこなのかなと思いますよね。まあ結局はね、ネガティブな感情に押しつぶされてやることをやらなかったら、人生の将来に待っている姿っていうのはやっぱりネガティブなことになるかなと思いますんで、頑張ってやっていきたいですね。それではまた帰りましたらメッセージください。いってらっしゃい。